ストーンズリバーの戦いは、南北戦争の西部戦線における、ストーンズリバー方面作戦の頂点として、中部テネシー州で1862年12月31日から1863年1月2日に、行われた戦闘である。南北戦争の主要戦闘の中でも両軍とも、最高の損失率となった。戦闘自体は、引き分けだったが、 北軍が二度にわたる南軍の攻撃を撃退し、その後に南軍が撤退したことで、東部戦線におけるフレデリックスバーグの戦いでの敗北後沈退していた北軍の士気を大いに上げ、南軍の中部テネシー州支配という願望を打ち砕いた。南軍の将軍ブラックストンブラックのミシシッピ軍は1862年10月8日のペリービルの戦いで敗北した後、 ケンタッキー州ハロッツバーグまで撤退し、10月10日にエドマンド・カービー・スミス少将の軍隊1万名と合流した。ブラック軍は3万8千名の古参兵からなる軍隊となったが、主導権を取り戻す動きは起こさなかった。ペリービルでの勝者ドン・カルロス・ビューエル少将は、同じくらい受動的であり、ブラックを攻撃することを拒んだ。不満が募ったブラックは、 カンバーランド渓谷を通って撤退し、ノックスビルやチャタヌーガを通過して北西に転じ、最終的にテネシー州マーフリーズボロで停止した。スミスのケンタッキー軍と合流して11月20日付で、テネシー軍と解明していたその軍隊は、市の北西で、ストーンズ、川西流に沿って防御的陣地を敷いた。ここを12月16日に、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスが、 訪れた時ブラックはビックスバーグ防衛を助けるためにカーター・エル・スティーブンソン少将の不評師団をミシシッピ州に派遣するよう命令を受けた。ブラックはその軍隊を再編し、スミスは東テネシー州に去った。ブラックはウィリアム・ j ハーディ及びレオニダ・スポーク各少将,将の2個軍団とジョセフ・ウィーラー巡将の騎兵隊を指揮した。 ネイサン・ベッドフォード・フォレストとジョン・ハント・モーガンの両名が中部テネシー州の外へ戦略的襲撃のために派遣されていたので若いウィーラーの指揮では騎兵の戦力や熟練度がかなり弱まっていた。ブラックにはもう一つ困った問題があった。部下の中で上級の将軍たちがジェファーソン・デイビスにブラックの解任を願い出るという事実上の反乱だった。デイビスは ブラックと反乱を起こした将軍たち共に解任を拒んだ。北軍側では、エイブラハム・リンカーン大統領がビューエルの受動性に不満を募らせ、最近、ユーカの戦いと第二次コリンスの戦いで勝利を挙げたウィリアム・ローズ・クランズ少将に指揮官をすげ替えた。ローズ・クランズは、その第14軍団をナッシュビルに動かし、ワシントンからは、 もし彼がブラックに対して攻撃的に動かず、テネシー州東部を占領しなければ、彼もまた解任されると警告を受けた。しかし、ローズクランズはその軍隊を再編し訓練するために十分な時間をとり、さらに補給もした。12月26日になってやっと、ブラック軍追求のための行軍を始めた。ローズクランズがナッシュビルで準備を進める間、ブラックは、 ジョンハント・モーガン大佐にその騎兵隊と共に北に移動し、ローズクランズの通信船で活動し、ローズクランズがナッシュビルの北から食料調達するのを妨げるよう命令した。ナッシュビルからカンバーランド川上流約40マイルにある都市商店で起こったハーツビルの戦いは、ローズクランズがその不評軍に退去して行動を起こさせる前に北方のモーガン隊による 襲撃中の出来事だった。猛ン隊の九州に続く比較的小さな戦闘は北軍にとって厄介な敗北となり、北軍は多くの物資や兵士を捕獲された。北軍もまた戦略的な騎兵襲撃を行わせた。ローズクランズ軍がナッシュビルを立った12月26日、サミュエル・ P ・カーター巡将の小さな部隊がケンタッキー州マンチェスターから、 テネシー渓谷上流を襲った。翌年1月5日まで、カーター隊は、鉄道橋を破壊し、12月28日の、パーキンスミルでの重大な戦闘を含めいくつかの、小ゼリアイを演じた。しかし、北軍にしても南軍にしても、騎兵隊の襲撃で、ストーンズリバー方面作戦に、大きな影響を与えることはなかった。カンバーランド軍は、クリスマスの翌日に3隊。 あるいは3、翼で南東のマーフリーズボロに向けて進発したが、途中で南軍、ウィーラーの騎兵隊に効果的な嫌がらせを受け、その速度が遅くなった。ローズクランズはナッシュビルで有効兵力を総勢8万1729名と報告していたが、南軍騎兵隊の嫌がらせからその基地や供給船を守る必要性があったので、進発した軍は、 総勢の半分をやっと超えたくらいだった。トマセル・クリッテンデン少将の左翼14,500名は、ナッシュビルチャタヌーガ鉄道に並行する道を取り、ラベルニュとスミルナの南を通過した。中央翼は、アレクサンダー・マクック少将の16,000名であり、ノーレンズビルターンパイクに沿って、南にノーレンズビルまで降り、トライユーヌの南に出て、東のマーフリーズボロに向かった。 右翼のジョージ・ヘンリー・トーマス少将の13,500名は、ナッシュビルディケーター道路に並行する、ウィルソンターンパイクとフランクリンターンパイクに沿って進み、続いて、東にノーレンズビルを抜け、クリッテンデン・翼が通ったのと、同じナッシュビルチャタヌーが鉄道の南を進んだ。翼を開けたのは、トライウヌのハーディ隊に対して、展開運動を起こすことを意図したものだったが、 北軍が動き始めた時にブラックは対決を避けるためにハーディ隊をマーフリーズボロに戻らせた。杉林の中の石灰岩の路頭、ストーンズ川国定戦場跡2005年撮影、マーフリーズボロはストーンズ川渓谷の小さな町であり、元はアメリカ独立戦争時の大佐ハーディマーフリーにちなんで名付けられたシュートだった。 南北戦争を通じて強い南軍よりの感情の中心であり、ブラックとその軍隊は暖かく迎えられ、12月1ヶ月間、艦隊された。豊かな農業地帯に位置しており、ブラックはここで軍隊の食料を調達し、北軍がチャタヌーガに侵攻する可能性があるのをここで塞ごうと考えていた。ハーディは後に、戦場は守る側にとって特に利点はなかったと記した。 それでもブラックは別に動くことを躊躇し、例えば南のより守りに適したダックガー渓谷や北のスチュワートクリークにも行かなかった。スチュワートクリークについてはローズクランズがブラックの守る場所だと考えていた。ブラックはテネシーの土地をどこも北軍の支配下に置いてはいけないという政治的要求に敏感であり、ストーンズガーにまたがる。 政治的影響力のある街の北西、比較的平らな地域を選んだ。この地域の一部、特に、ナッシュビル・パイク道路とナッシュビルチャタヌーガ鉄道が交差する天地角は、竹は低いが濃密な杉林が特徴となっており、バージニア州の荒野の戦いよりも不評が通過しにくい場所となっていた。低い石灰岩の路頭が、歯並びのような、 遅い亀裂で分かれておりに馬車や大砲の移動には障害となった。ハーディ軍団は当初、西方約20マイルのトライユーヌに配置され、ポーク軍団は川の西岸にハーディ軍団の内ジョン・ブレッキン・リッジーチ少将の指揮する軍権師団が川の東にある低い丘に配された。どの部隊も野戦防災を作るよう命令されなかった。12月29日の夜にローズクランズが マーフリーズボロに到着した時までに、テネシー軍は1ヶ月間もその地域に宿営していた。野院の中で、ローズクランズ軍はナッシュビルターンパイクに沿って配置を終え、翌朝、ローズクランズ軍は総勢約4万5千名、対するブラック軍は総勢約3万8千名となった。勝敗の可能性はその数字が示すよりも接近していた。ブラックには文献しているが、 共同行動を取りながら、北軍の戦線の背後を深く襲撃しているフォレストと、モーガンの騎兵隊がおり、また、ウィーラーの騎兵隊は、ヒットラン戦法で北軍の歩みを遅らせるという利点があった。12月29日、ウィーラーと、その2500名の部隊は、北軍の背後に完全に回り込み、物資用入魔者を破壊し、ローズクランズ市長隊の予備弾役を捕獲した。 この時捕獲したのは、滅場社隊4編成と1000名の兵士だった。12月30日、北軍はマーフリーズボロの北西2マイルの線に入った。両軍は南西から北東に4マイルにわたって、平行に退治した。当初ブラック軍の左翼は弱く、ローズクランズ軍が到着した時に攻撃していれば、そこから回り込んで、直接マーフリーズボロの町に入れたのだが、 北軍が進行している、真南軍の騎兵隊が巧みに遮兵していたので、ローズクランズはブラック軍の配置をよく掴んでいなかった。前年の第一次ブルランの戦いと似たようなやり方で、両軍の指揮官は翌日のために似たような作戦を考えていた。つまり、敵の右翼を取り囲んでその背後に回り、そこを本体から切り離すという作戦だった。 両軍の作戦が同じだったので、勝利は最初に攻撃した方に行く可能性があった。ローズクランズは、部隊に朝食後に攻撃を始めるよう準備するという命令を出したが、ブラックは夜明けと共に攻撃することを命じた。12月30日から31日の動きと配置、ブラック軍は、レオニダスポーク軍団が川の西岸に、ウィリアム・ J ・ハーディ軍団が東岸に配置された。 ブラックは、ローズクランズ軍が12月30日に攻撃して、来ると予測したが、その日に攻撃は起こらなかった。その作戦は、ハーディ軍団とジョン・エイ・ウォートンの騎兵隊を買って、北軍の後方に深く入らせるということだった。翌朝の攻撃のために、ハーディ軍団には川を渡って左翼に着かせることを始めた。このことで、ブレッキンリジ師団は、川の東岸の高台に、 予備隊として置かれた。ローズクランズの作戦では、クリッテンデン隊に川を渡らせ、東岸の高台を攻撃させることであり、そこは、南軍の戦線全体を砲撃できる、優れた砲台になると思われた。南軍左翼のブレッキンリジンに向かい合うクリッテンデンは、これら部隊の動きについてマクックに注意することを怠った。マクックは、翌日の攻撃がクリッテンデンによる、 主力攻撃で始まるものと予測しており、その陣地に多くのかがり火を焚いて、右翼にいるその勢力について、南軍を欺くことを期待し、またその側面が障害物まで届いていないように偽装した。中央のトーマスは制限された攻撃を行い、クリッテン連隊が回り込む中心点となるよう命令されていた。両軍はわずか700ヤード離れただけで露営し、 その音楽隊が翌日の出来事の死には至らない予告となった音楽の戦いを始めた。北軍の音楽隊はヤンキードゥードルとヘール、コロンビアを演奏し、南軍側はディキシーとボニーブルーフラッグで応えた。最後に片方がホームスイートホームを演奏するともう一方をもわした。北部と南部の何千という兵士たちが、 前線に並んだままこの感傷的な歌を共に歌った。12月31日午前8時12月31日の夜明け午前6時頃、南軍のウィリアム・ j ハーディがまず動き、北軍リチャード・ W ・ジョンソン巡将師団の多くの者がその朝食を終える前に、ジョン・ P ・マッカウン少将師団が北軍の右翼をついた。南軍1万名の兵士がその左翼に集中して、 大きな波となって攻撃した。マクックの偽装焚き火やマッカウンのやや未熟さもあって、その師団が左に流れ前線に隙間が空いたが、その隙間は後方から詰めたパトリック・クリバーン少将の師団によって継ぎ目なく埋められた。この二個師団が抵抗勢力を一周した。いくつかの砲台は一発を放つ時間もなく捕獲された。右翼のジョンソン師団は、 損失率50%以上にもなった。その左隣にいたジェファーソン・シー・デイビス准将の師団も短時間しか持ちこたえられなかった。ハーディー軍団は固い抵抗にあったものの午前10時までに北軍を鉄道やナッシュビルパイクのある方向へ3マイル押し込んだ。ジョンソンはそこでやっと部隊兵を再結集させることができた。ローズクランズは ホレイショピーバンクリーブ順将の師団が午前7時に川を当たって始めていた南軍右翼へのクリッテンデン翼の攻撃を中止させ自軍の右翼の補強に急行させたローズクランズは脅威を認識するのが遅くマクックがハーリー軍団の攻撃を撃退できるものと思い込んでいたローズクランズは戦場を駆け巡って部隊に指示を出しその兵士たちには 神出鬼没に見えたが、その制服は、並んでかけていた時に、砲弾で吹き飛ばされた友人で、参謀長でもあるジュリアス・ギャレッシェ大佐の帰り地で、覆われていた。12月31日午前9時45分、南軍第2の波は、ポーク軍団のものであり、ジョーンズ・ M ・ウィザーズとベンジャミン・ F ・チーザム・各ク・将の師願で構成された。その朝、北軍の全滅を免れさせたのは、 フィリップ・シェリダン少将の予見だった。シェリダンは早朝の攻撃を予測し、午前4時までにその師団兵を起こして前線右半分の中央で備えさせた。ウィザーズがシェリダン師団の右翼をまずついたが、三段の突撃で撃退された。続いて、チーザムがその予備手団でシェリダン師団の正面を襲い、クリバーンがその側面を撃った。チーザムの攻撃は、 活発さがなく散発だった。戦闘を見ていた者は、チーザムがひどく酔っ払っておりその部隊を効果的に指揮できていなかったと報告した。シェリダンの部隊が敵の前進を遅らせる一方で、さらに大きな損失も出ていた。シェリダン師団の三個旅団の指揮官がすべてその日の戦闘で戦死し、ザスローターペンと呼ばれた三方を囲まれた杉林の中で時間戦い続け、 その損失率は3分の1以上になった。午前10時までに南軍の目標としたものの多くが達成された。大砲は28門、兵士は3000名以上を捕獲した。12月31日午前11時2つの南軍のしくじりがローズクランズを助けた。川の東岸にいたブレッキンリッジは、クリッテンレンの早朝の攻撃が中止されたことを認識していなかった。 彼は本体左翼での攻撃を助けるためのニコ旅団による川を渡っての援軍波形を拒否した。ブラックがその手段をいくらか有効に使うためにその正面の敵に対する攻撃を命じたとき、ブレッキンリッジは前進して対抗する北軍がいないのを見出し当惑した。この頃、ブラックは強力な北軍部隊がブラック軍のいる方向にレバノンターンパイクを伝って南下しているという。 誤った情報を受け取った。ブラックはブレッキンリ事に送った川を渡っての援軍派遣命令を取り消したが、これで主力による攻撃の有効性も損なわれた。午前11時までにシェリダン師団の弾薬が底をついて交代し、それでできた穴にハーディがつけ込んだ。北軍はナッシュビルパイプで再集結してその戦線を保持し、援軍や大量の大砲に支えられた。 北軍左翼への繰り返された攻撃も、土地のものが、ラウンドフォレストと呼ぶ、岩の多い4エーカーの森林地に陣取ったウィリアム B、ヘイズン大佐の旅団に撃退された。そこは、地獄の半エーカーと呼ばれるようになった。ヘイズン旅団は、当初の北軍戦線を守り通した、唯一の部隊だった。北軍の前線は、ローズクランズ将軍の強い指導力とジョンソンと、 デイビスの師団が再結集することで安定を取り戻した。新しい前線は当初のものに対してほぼ垂直であり、川を背にして小さな半田円状になった。ブラックは北軍の左翼、楕円状の前線の南東に面し、ヘイズンの旅団が守る場所への攻撃を考案した。そのような攻撃に使える部隊はブレッキンリッジ隊だけであり、ブラックは川を渡るように命じたが、 ブレッキンリッジの動きは鈍かった。午後4時までに、ブレッキンリッジの最初のニコ旅団が、平ン隊に散発的な攻撃を行い、激しく反撃された。他のニコ旅団も到着して戦場に送られ、ポーク軍団の他の部隊にも支援された。その攻撃は2度目も失敗した。トーマスが抑えた反撃をしてその正面を払った。午後4時半までに、戦闘は終わった。 12月31日午後4時、ブラックの作戦には基本的な欠陥があった。その目標はローズクランズの通信線を遮断することにあったが、その攻撃によって北軍をまさにその地点に集めてしまった。ブラックの電気作者、グラディマック・ウィニーは次のように述べた。北軍が最初の攻撃で崩壊しない限り、戦闘が続けば、 より堅固で強固な防衛陣地に押し込んでしまうことになり、一方南軍は次第に機運を失ってバラバラになり弱くなっていった。北軍はうまく尻ぞくことができれば戦闘の残骸から雪玉のようにその力を固めることができた。しかし南軍は前進するにつれて糸玉のように溶けていくことが避けられなかった。その夜、ローズクランズは何をすべきかを決めるために、 作戦会議を開いた。将軍たちの何人かは、北軍が負けたと感じ、全軍が逃げ場をなくす前に撤退することを進めた。ローズクランズはこの考えに反対し、これをクリッテンデント・トーマスが強く指示した。いくつかの資料によれば、トーマスはこの作戦会議で、この軍隊は撤退しないあるいは、ここより良い死に、場所はないと言ったとされている。 結論はそこに止まって戦うことになり、北軍の前線は補強され、兵士の士気は上がった。ローズクランズは戦闘の後で、ブラックは良い犬だが、しがみつくのも悪くないと言ったとされている。南軍側では、ブラックが勝利を得たと確信していた。その日の損失は9000名だったが、北軍の兵士を多く捕獲したことで、北軍はもっと多く失っていると信じた。 南軍兵は北軍前線に面して残壕を掘り始めた。ブラックは寝る前にリッチモンドに当てて電報を撃った。曰く敵はその強固な陣地を放棄して交代している。我が軍は前線上を占領して、摘を追跡する。神は我々に幸福な信念を授けたまう。 1>, 1月2日午後4時1月2日午後4時45分1863年1月1日午前3時、ローズクランズは当初の作戦を復活させ、バンクリーブ師団に川を渡り、都下地点に箇所を保護し良好な砲台となるそこの高台を占領するよう命じた。しかし、この日は両軍共に新年の祝日を守り疲れを癒し傷を治療することで比較的静音だった。 ポークは北軍前線の2カ所、トーマスとシェリダンの部隊に対して探りを入れさせたが、ほとんど効果はなかった。北軍の後方では、ウィーラーの騎兵隊がナッシュビルに向かうターンパイク上の通信線に嫌がらせを続けた。騎兵隊の攻撃から負傷兵を抗争する部隊を守るために、大層な護衛がつき、ウィーラーはこの動きを撤退の準備と解釈し、 ブラックにも報告した。ブラックは戦いに勝ったという感覚に元気づけられ、ローズクランズが撤退するのを待つことで満足していた。1月2日に午後4時、ブラックはブレッキンリッジの舞台に川の東岸の丘を占領しているビーティの手段を攻撃するよう命じた。ブレッキンリッジは当初その攻撃が自殺行為だと抗議したが、最終的には同意して、 決死の覚悟で攻撃した。北軍はマックファデン浅瀬の向こうに押し出されたが、南軍の攻撃は、川向こうからクリッテンデンの砲兵隊長、ジョン・メンデンホール隊員の指揮する砲兵隊の集中砲火を浴びることになった。メンデンホールはその大砲45門を、車軸から車軸に並べて完璧に配置し、対岸とその向こうの高台の敵を完全に支配し、 この日のローズクランズ軍を救った。南軍の攻撃は立ち往生し、1時間足らずの間に1800名以上の損失を出した。午後4時45分にジェームズ・エス・ネグリーの師団が反撃を開始し、南軍は撤退した。ブレッキン・リッジはこの惨撃で大きく落胆した。そのケンタッキー部隊の3分の1近くを失った。ブレッキン・リッジは生き残った兵士たちの中に馬で乗り入れ、 かわいそうな小児よ。かわいそうな小児よ。と繰り返し叫んだ。1月3日の朝、ローズクランズのもとに、大きな市長隊と援軍の不評旅団が到着した。ウィーラーの騎兵隊がその後について、弾薬の荷車を奪おうとしたが撃退された。トーマスはその翼のラベルエルソー師団に対して、常時狙撃兵に狙われていたことに反応してニコ連隊で、 南軍前線の中央を襲わせた。トーマスは南軍をその残酷から引き出し、70内し80名を捕虜にした。ブラックは、ローズクランズ軍が補強を受け続けるものと確信し、凍えるような雨というひどい天候で川を上昇させ、その軍隊が2つに分けられてしまう可能性を認識した。1月3日の午後10時から、ブラックは、マーフリーズボローを抜け、 南に36マイル離れたタラホーマまでの撤退を開始した。ローズクランズはマンフリーズボロを占領したが、ブラック軍を追撃しようとはしなかった。両軍合わせての損失は23,515名だった。北軍は13,249名、南軍は1百2 6 6名だった。これは南北戦争の主要な戦いの中でも損失率で最大であり、 この年のそれ以前にあった有名な流血戦シャイロ色の戦いやアンティータムの戦いよりも絶対数で大きかった。この戦闘は戦術的に引き分けたがブラック軍が最初に戦場から撤退したために伝統的に敗北と考えられている。ブラックは南軍の軍人仲間から等しく不別を受けた。唯一ジョセフ・ジョンストンが支持したことと ジェファーソン・デイビス大統領が適当な大案を見つけられなかったことで指揮官解任は免れた。しかし結果を見れば少なくとも北軍の戦略的勝利だったということができる。この戦闘は北軍の指揮公用に大変重要であり、エイブラハムリン・カーンのローズ・クランズ将軍に宛てた手紙でもあなたは我々に得がたい勝利をもたらした。それが敗北であれば、 この国は生存し続けられなかったであろう。といったのが証拠になる。中部テネシー州における南軍の脅威はなくなった。ローズクランズは5ヶ月半を使ってマーフリーズボロを補強した。膨大な土木工事によるローズクランズ砦が建設され南北戦争の残り期間は補給基地として機能した。次の大きな衝突は、 カラホーマ方面作戦として知られるフーバーズ・ギャップの戦いであり、1863年6月にローズクランズがブラック軍に対してついにその軍隊を動かした。ストーンズ・リバーの戦いの戦場跡一部と、ローズ・クランズ砦は現在、ストーンズ・リバー国定戦場跡となっている。地獄の繁栄ーカーで有名となったウィリアム・ヘイズン、旅館によって建てられた。 合衆国際湖で原型を保っている南北、戦争記念碑がある。600エーカーの国定戦場跡には1865年に設立されたストーンズリバー国立墓地があり6000名以上の北軍兵の墓がある。ありがとうございます。